アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミネトラジ DJ 松本です。はい、最近ですね、松屋に行くようになりまして、まあ、しばらく行ってなかったんですけど、一回食べると、まあ、この続いてしまうという感じなんですけど、久しぶりに行きますと、いろいろと変わってましてですね、今まではお茶は店員さんが出してくれたんですけど、自分で取りに行くとか、そういう風になってたりとかですね。で、まあ、お気に入りは、普通の牛丼なんですけど、頭の大盛りって言って、上の肉だけが大盛りにするやつ。それから、生卵と野菜のセット。で、味噌汁を豚汁に変えるという、このパターン美味しいですよ。皆さんもぜひ試してみてください。で、松屋の、茅ヶ崎の松屋の斜め前には松の屋っていうとんかつ屋さんもありますからね。チェーン店です。はい、というところで、今夜もネトラジースタートです。茅ヶ崎FM。 はい、改めましてこんばんは、 DJ 松本です。はい、なるべく松の屋さんよりも松屋の方が上げてない分いいのかななんて思ってるんですけども、たまにですよ、本当にたまに松の屋さんに行くと、一番好きなのがささみかつ、ささみ、親子ささみカツ丼っていうやつですか。はい、カツ丼の、ロースカツとか普通こうね、ヒレカツとか乗ってるじゃないですか。カツの代わりに、ささみの揚げたやつ、ささみのフライが乗ってるんです。はい、まあ、カツのささみのカツが乗ってるってことか。はい、そういうことですね。はい、この親子ささみっていうのは、だから親の鶏肉じゃないですか。鶏肉と、あとは、その卵じ、閉じてる感じ。はい、親子丼とはちょっと違うんですよね。フライ、この揚げたカツ、ささみカツが乗ってるというやつです。これヘルシーで意外と美味しいんですよね。昔からこのささみカツ、親子ささみカツ丼、これが正解かな。はい、これ好きでよく食べてるんですけど、ここにもやっぱり豚汁、最近は豚汁美味しいですよね。まあ、味噌汁もともとついてるんですけど、その味噌汁でいただくのもいいんですけど、この豚汁がですね、美味しいので、皆さんぜひ試してみてください。松屋さんから何かもらってる案件ではないんですけど、ちょっと気になったので、その辺のお話をさせていただきました。はい、皆さん、昨日、雷すごかったですよね。大丈夫ですか？ BJ の家の近くに落ちたみたいで、ものすごい音がしました。それびっくりしましたね。で、その後、まあ、涼しくなって、いい感じに、いい感じの、夜ゆっくり寝れたんですけどね。まあ、ただ近くに落ちる雷は相当怖いですね。空気の振動っていうんですか、ガーンっていうのがものすごい響いてきましたね。まあ、おかげさまで BJ のうちのあたりはですね、停電はなかったんですけど、一瞬だけ暗くなったんですよね。で、まあ、すぐ着いたから良かったものの、はい、こういう時は皆さんも雷が鳴ってる、近くで鳴ってるなと思ったら、電源、コンセントから抜いといた方がいいみたいですね。特にパソコンなんか電源切っとかないと、万が一一瞬でも電気消えた時にデータが飛んだり、ハードディスクが壊れたりすることもあるみたいです。はい、コンセントから抜いとくのが一番いいみたいですよ。雷サージとかバーって入ると電子機器が壊れることもあるようです。
ヶ崎 FM。 はい、最近食事に気をつけてる、揚げ物を食べないようにしたり和食をよく食べてるっていう話、この番組で前々からさせてもらってると思うんですけども、この度健康診断を受けてまいりまして、血液検査をしました。その結果が出てきたんですけども、はい、なんと今までは完全メタボリックの枠に入ってたんですけど、今回ですね、予備群の位置まで下がりました。はい、それから尿酸値も、コレステロール値、それから糖尿の予備群だった、そういうのも全部ですね、数値が良くなってて、びっくりするぐらい改善されてました。そのメタボリック予備群に引っかかってるのはお腹周りだけで、それ以外、体重とお金のお腹周りですかね、それ以外のところは血液関係も、かなり良好になっておりました。痛風とか前は数値が10ぐらいあったんですけど、今回はですね、全然心配ないぐらいに下がってるよというふうに言っていただきまして、それから悪玉コレステロール値もガクンと下がって、やっぱ揚げ物とか食べないのが良かったのかもわかんない。まあ食べないって全く食べてないわけじゃないですけども、かなり前よりも量は減ってます。はい、まあそれだけで随分違うのかなと、よっぽどそういうものを食べてたのかなという感じですね。で、糖尿病のヘモグロビン A1C でしたっけ、なんかその辺定かでないですよ、糖尿のその数値が今まではもう一歩、もうちょっと数値上がると糖尿予備群に入りますよって言われてたのが、ガクンと下がってですね、その予備群にも入らないぐらいのところになります。まあ甘いもの食べてないですからね。で、糖分はだいたい蜂蜜で最近取ってるので、蜂蜜っていうのがいいみたいですね。はい、まあその辺の食べるものちょっと注意してるだけで、そんなにダイエットダイエットはしてないですよ。まあ、今までダイエットダイエットするから、その後に大きなリバウンドが来て、でまたダイエットして大きなリバウンドが来てて、結局元よりもそのリバウンドで戻った上にプラスされるっていうのが追加されてて、今までそれが積み重なってきてたわけなんですけど、今回ですね、ちょっとずつ減らす、はい、ちょっとずつ減らす、だから好きなものもちゃんと食べてるし、ただ食の好みが変わって、その揚げ物とかよりも和風になったということですね。で、牛丼屋さんもまあ食の好みが変わったからしばらく行ってなかったんですけど、食べるとやっぱり美味しいですね。ただ前みたいに昼行って夜行ってとかいうことはしないです。はい、
はい、聞いていただきました。ビートルズのイエスタデーですね。なんかウクレレの音っぽいけどなんか違うなと思いませんでした？これ実はバリトンチューニングにしたテナーウクレレ、バリテナって BC は呼んでるんですけど、バリトンテナーの、バリトンチューニングにしたテナーって意味ですよ。はい、バリテナのハイで、通常はローで、レギュラーチューニングで言うと、バリトンチューニングっていうのはロー G が基準なんです。基本がそれなんですけど、それをウクレレのハイ G みたいにオクターブ上げて、弦を変えてオクターブ高い音、4弦をですよ、高い音にしてハイでっていうのにしてあるウクレレで弾きました。はい、このまあ譜面、タブ譜はですね、そのまま通常のウクレレでも弾けるんです。ウクレレで弾くとちょっともうちょっと音がこう甲高い感じになるんですけどね。で、バリトンチューニングっていうのは通常のウクレレをマイナス5カポした感じ、ギターの1弦から4弦と同じ並びになっておりまして、ちょっとウクレレの広域よりも若干下がっていくので甘くてちょっとこう癒しの感じが増えるかなっていうところで、最近 BJ 気に入ってるんですけど、バリトンウクレレチューニングいかがだったでしょうか。胸を押さえて久しぶりだと君が笑う、バカだねそんなに急ぐなんて、うっすら汗までかいて、なぜか今日は君が欲しいよ、違う女とあったみたいだ、体にまとった影に脱ぎ捨て、かすかに色づく唇、目に見えない翼広げて、確かに君は変わった、ふざけながら焦らしながら、バラより美しい、ああ君は変わった、はい、ありがとうございました。アコシュミンネトラジ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。最後に聞いていただきました、君はバラより美しい、これは湘南ウクレレクラブオンラインワークショップの8月の課題曲になっております。これからこの週末からですね、始まりますので、ぜひ皆さんこの途中の決めとかが意外と聞くよりもコツさえ分かれば弾けると思いますから、ちょっと弾き応えのあるこの曲に挑戦してみてはいかがでしょうか。まあ初級クラスとかではわりかし簡単に弾くような感じでアドバイスさせていただきますので、ぜひ遊びに来てください。はい、それから新設された湘南ウクレレクラブの第4木曜日の午前練習会ですか、こちら今空いてますからおすすめです。平日来れる方はぜひこの木曜日、第4木曜日に来てください。はい、一緒にウクレレを楽しみましょうというところで、今夜のアコシュミネトラジは以上です。また来週お会いしましょう。おやすみなさい、さようなら。茅ヶ崎 FM。